YouTuber でタレントの天智む琴橋本天下が21日自身の YouTube チャンネルを更新8月10日から公開スタートし立て続けに炎上して同チャンネルでの密着動画シリーズを急遽終了することを発表した 写真お腹チちらりのタイトトップスでパンパクリ美しさは健在天智むはチャンネルで批判覚悟で言いますがと題した動画を投稿し現在の撮影チームとの密着動画を終了することを明らかに動画を楽しみに待ってくれてる方もいらっしゃったと思うのでそれは本当に申し訳ないなっていう風に思ってますと謝罪したその上で中止の理由をお互いが大事にしてる部分が違ったっていう 本当にシンプルにただだそれだけなんですと説明シリーズは長期連載予定だったとし今上がってる密着動画っておこしの部分だったからこそいろんな伏線を張ってる段階だったと思うんでこういう結果にしてしまって申し訳ないって思ってますと無念の思いも口にした今後については密着自体っていうかこういうドキュメンタリーのコンテンツ自体は続けたいと思ってると説明密着企画の目的を 私のためと自分の影響力をいい形で使いたいっていう二つと明かし自分のしたことにはちゃんと自分に責任持ちたいんで私なら返せる私ならできるという理想と普通に現実を見て自分がそんな経済効果を生み出せる自信もなければ今から頑張れますかみたいな対局の自分が常に戦ってる状態なんで密着を続けることによってまあそれが自分の足かせというか責任にもなると意図を語った テンチムは2020年9月に起こしたバストアップ関連商品の宣伝に関するトラブルで、販売元から損害賠償請求の訴訟を起こされ、数億円の賠償金支払いが確実視されている。受け入れてお金を返すのか、控訴するのか、自己破産するのか、差し押さえられるのか、本当に